声優。夫は、歯科医師で開業医。1952年栃木県大田原市出身。栃木県大田原高等女学校、東京家政学院本科卒業。東京家政学院を卒業後、劇団全身座に短期間在籍。その後、1949年に、NHK 東京放送劇南陽聖書の3期生となる。同年4月の NHK ラジオドラマ、 都会の幸福の少女役でデビュー。1949年から放送のラジオ、トンチ教室や、サクランボ大賞でも活躍したが、1952年に NHK 放送劇団を退職。ラジオ東京の専属となるが、1956年にはフリーとなった。所属プロダクションは、その後、テアトルプロダクション、川の会、NPS テアトルに所属した後、 再びフリーであった。1950年代のラジオドラマの生放送時代、テレビ例明期の吹き替えから声優として活躍した。1959年から吹き替えに挑戦し、TBS で放送したアメリカのコメディー、ザ・ルーシーショーで人気を得る。1963年には鉄人28号に出演し、以後はアニメ声優としても活動。1966年には、 怪獣ブースカでブースカの声と主題歌を担当。アニメのみならず、特撮にも出演することとなった。アニメ、サザイさんでは、1969年から2ヶ月半で自主降板した大山信夫に代わって、磯野勝夫役を担当。自身の病気によって降板するまで29年半、務め続けた。晩年は、加藤緑の尊敬する大先輩として、 コメンテーターなどでテレビ出演をしていた。1998年5月14日、サザエさん収録中に1990年以前から患っていた骨髄異形成症候群による腰体急変のために倒れ、そのまま東京都文京区の東大附属病院に搬送される。1999年3月23日午後5時、死去。70歳没。 2010年に第4回声優アワード特別功労賞を受賞。2011年からは新たに同アワードで彼女の名前を冠した高橋和恵賞が設立され、その年に声優という職業を各メディアを通じて多く広めた女性声優に対して贈られることになった。初の受賞者は田中真由美。2018年には高橋の後任として活躍役になった。 富永美いが受賞した。声詞はメゾソプラノ。趣味は自由玉井、一中説。演じる際は、口で表現するもの以外に、何かモヤモヤした人間的魅力を感じさせねば、ならないと述べている。また、視聴者に対しては、良くても悪くても知らん顔では困ります。アテレコが下手だったら、どんどん言ってほしいですね、と発言していた。自身の役柄について、 大抵は美女の中に一人だけいる鬼ババみたいな役のアテレコばかりと語り、そのような役やドナルド・ダック、バックス・スバニーなどヘンテコなものを持ち役にしていた。海外ドラマ、ザ・ルーシー・ショーでは主人公のルーシー・カーマイケルの吹き替えを担当した。本作のオーディションを受けた際、高橋は初めてフィルムを見た時から彼女の気持ちが手に取るように分かったと言い、乗っちゃって、 終わってもその興奮が冷めませんでしたと語っているその後は夜も寝られず夢にまで見るほどやりたく、またスポンサー側がルーシーを有名な女優に吹き替えてもらおうとしている話を聞いていたため演じることが決まった際はとても嬉しかったという。高橋はルーシーについて性格的に似ており同然とよくあったと発言している。一方で ルーシーのバイタリティについていくのは大変だったため、途中へばっちゃいけないと睡眠を十分とったり、ビフテキなんか食べたりして、なんとか力をつけようと工夫していたという。前日の通り、サザイさんでは、大山信代に代わって、磯のカツオ役を担当。二代目であるが、当番時期が三ヶ月目と早いこと、在任期間が長いこと、多くの人々に知られたことが影響して、 初代カツオイコール高橋和江と思われるほどの代表作となった。高橋が倒れ、同時期までいささかう契約などで収録に参加していた富永美奈と急遽交代した直後、その旨を事前に通達されなかったことで視聴者から問い合わせが殺到するが、高橋の容態が知らされると励ましや回復、その後の番組復帰を願う声や手紙がたくさん寄せられた。 励ましの手紙の中には、サッカー、日本代表の中田秀俊や、元 F1 レーサーの中野真嗣からの手紙もあり、高橋は、病床で、私の宝物と言って喜んでいた。富永は、当初、高橋が復帰するまでの一時的な処置のつもりだったが、その後、約29年半勤めた、カツオ役を交板することを公表。これにより、富永はそのまま三代目カツオとして、 正式に演じることになった。長井一郎によると、既得状態の際、周囲が高橋さんと呼びかけても反応がなかったが、カツオ君と呼びかけると、ハいイと小さく返答したという。また、同様に花沢さん役の山本恵子も見舞いに行った、際、磯野君と呼びかけたところ返事をしたとのことである。葬儀の席で長寿を担当した長井は、並平がカツオに話しかける口調で、カツオ。 親より先に行くやつがあるか、カツオ、桜が咲いたよ、散歩に行かんか、とうと呼びかけた。長い本人は冷静に語ろうとしたが感極まって涙声になり、聴聞者の涙を誘った。高橋の病気療養中や死後、持ち役を引き継いだ人物は以下の通り、太字はメインキャラクター、女優洋画テレビドラマ海外アニメ人形劇。ありがとうございます。